大谷翔平、松岡修造、双葉山親方、山本五十六元帥、松下幸之助、数々の人物に影響を与えてきた中村天風。若い頃は人斬り天風と呼ばれ、軍事スパイ活動をしていたが、結核の病にかかり世界中を旅する。人生を諦めかけたその時、ヨガの聖者カリアッパと出会い、大きく道が開かれていく。日本人なら知っておきたい中村天風を13冊の本を通して紹介していきます。1冊目は中村天風、銀の言葉。あなた方はその心の正しい使い方を知らないために、自ら墓穴を掘ってその中に落ちている。人間が人間として生きていくのに一番大事なのは、頭の良し悪しではなく心の良し悪し。まずその心をどのような場合にも消極的にしてはならない。あくまで積極的に人生を邁進せよ。そこに成功があり、成就があり、健康があり、幸福がある。他人が撒き散らすマイナス菌に汚染されるな。困った、弱った、できない、悲しいといった消極的な言葉は悪魔の言葉だ。感情の赴くままに消極的な言葉を使うのは、まだ人間ができていない証拠。人間は全宇宙と社会が幸福になるよう、それに役立つために生まれてきた。次の一冊は、君に成功を送る。喜びや楽しみをいかに多く自分自身に感じさせ、怒りや悲しみをいかに投御するか。有意義で幸福な人生を生きるには、他人に好かれる人間にならなければいけない。何よりも自分があまり好き嫌いのないようにする。自分に降りかかる不運なり不健康というものは、知ってか知らずに関わらず、原因は全て自分にある。心が積極的でないと、どんなに勉強しようと金を儲けようと、本当の本当の幸福というものは来ませんよ。あなた方、晴れた夜に星空を見上げたら、何とも言えない神秘感に包まれないかい。悲しいことや辛いことがあったら、いつにも増して笑ってごらん。あなたって世界一の幸福者だね。次の一冊は、打たれ強く生きる100の言葉。幸せとは心の安定である。泣くから悲しくなる、笑うから楽しくなる。失敗ではない、何かを学んだのだ。これから成功するのだ。あなた方の心の中の考え方や思い方が、現在あるがごとき、あなた方にしている。元気かと問われたら、はいと大きな声で即答する。本当のお前はもっと大きいのだ。自分を諦めるな。感謝するという結果を先にやってしまうと、その原因である喜びが後からやってくる。長生きしたことを嬉しがるのは凡庸だ。逆境の時によく生きたことを喜ぼう。朝目が覚めたら、まず微笑む。次の一冊は、働く君に送る45の言葉。今日もまた生きていたことを心から感謝する。普通に手足があるんだろ、条件は同じではないか。自分を安く見積もるな。およそ人生の一切の事件は、ほとんどその全てが自己の心で解決される。成功を邪魔するものは結局自分自身である。世間は誰一人として邪魔しない。暗かったら窓を開けろ。窓はあなたの心にある。地獄
極楽は私たちの心の上のことであって、心が清ければ体はどこにあっても極楽。積極的な言葉に変える。それだけで君はもう別人だ。太陽の光は美人も照らせば犬の糞も照らしている。1分で読書。今回の一冊は天風入門。朝起きたらにっこり笑ってありがとうございます。この世のことはすべて神よりの借り物。怒り、恐れ、悲しみといった消極感情を持ち続けると体は悪影響を受け、やがて健康を損なう。およそ人生で積極精神ほど大切なものはない。健康も長寿も運命も成功も人生のすべてが決まる。晴れてよし、曇りてもよし、富士の山。空を仰ぎ悟ろうとかいう気持ちをすべて忘れ、浮かぶ雲をただ無心に眺めていた。声なき声を聞いているとき、意識は消え空になる。無念、無想、無我。場当たり的に心を使わない。1分で読書。今回の学びは大谷翔平を育てた中村天風の言葉。肛門を閉めると気分が全然違ってくる。怒りそうになったらキュ、悲しくなったらキュ、これだけで心が傷つかなくなる。もし不平や不満を口走ってしまったら、すぐにそれを恥ずかしいことだと強く反省する習慣をつけること。欲望を楽しむ。人間には日常生活の中での自然な欲望とジレンマに悩みつつ、なんとか真理を把握しようと苦戦するプロセスが重要なのだ。人の心には檻に入れられた猛獣がいる。その猛獣とも心を通じ合い、檻の中でも共に楽しむことを考えよう。己を忘れて物を見よう。物を忘れて道を見よう。悟ったと思った時が迷いの始まりだ。1分で読書。今回の学びは天風先生座談宇野千代。自分の人生を生きる刹那刹那に自分の観念を積極的にしようと心がける。尊く、強く、正しく、清くという言葉はいくら心がけてもいざとなると思うようになし得ない。その心が我々の命の一切を動かす原動的立場に置かれている。どこにいても今のような気持ちじゃ幸福になれないな。朝からしょっちゅうニコニコ、嘘でもいいから腹を立てまい、真似でもいいからさ。頭が痛いとはどういうわけだ。俺はお前にお前の気分を聞いているんだ。体のことを聞いたことは一遍もない。考えろ、人間何しにこの世に生まれてきたか。1分で読書。今回の学びは中村天風、本当の心の力。あなたは幸福を感じている方が多いか、不幸を感じている方が多いか。我々の人生は心の支配を受けている。心を積極的にすることに注意深くし、終始自分の心の監督をしていかなければならない。あれが欲しい、こうなりたいという時はもう幸福じゃないんだよ。晴れてよし、曇りてもよし、富士の山。人に対してはあくまで清濁合わせ飲むという寛容さを失ってはならない。私だってそれは腹の立つこともある。ただ怒りはすぐに消しちまう。怒らず
恐れず悲しまずこそ本当の心の姿。心の中に雑念妄念がある。本当に心が清い状態であれば真理はすぐに発見できる。1分で読書。今回の学びは中村天風、心を鍛える言葉。その差はあなたの心が決めている。人間が人間として生きていくのに一番大事なのは頭の良し悪しではなく心の良し悪し。どこまでもまず人間を作れ、さすれば幸福は向こうからやってくる。目に見える植物的な幸福感は常に他者と比較した相対的なものであって、それ以上のものが登場したときは不幸の種となってしまう。己の精神を積極的に持つか消極的に持つか、これ以上の大切なものはない。天風哲学では消極的心を悪とみなす。心の中の考えや思いが現在を作った。人間の地獄を作り極楽を作るのも心。すがれば救われる、頼れば救われると思わせてしまったところに現在の宗教の過ちがある。感謝の気持ちで悪魔を追い払え。1分で読書。今回の学びは中村天風、幸せを呼び込む思考、神渡り良平。思考が人生を作る。何事にも感謝せよ、歓喜せよ。使っている言葉によって自分の気持ちがダメにされたり、あるいは鼓舞されたりする。ごめんなさい、ありがとう、愛しています。どこかで自分の責任だと考える人がいなければ何一つ解決しない。水は自分の方に引き寄せようとすると逃げていき、押しやると自分の方に帰ってくる。自社も他社も神羅万象、すべての存在はつながっている。人生がうまくいかないのは感謝の念が足らず、いつも不平不満をこぼしているから。あらゆる試練は愛の裏返し。大きなことを成し遂げるために力を神に求めたのに謙虚さを学ぶようにと弱さを授かった。幸せになろうと富を求めたのに賢明であるようにと貧困を授かった。求めたものは何一つとして与えられなかったが、願いはすべて聞き届けられていた。1分で読書。次の一冊は運命を開く、中村天風。この世に生まれた時から絶えず真理に接し、真理の中で生きている。心の中の雑念妄念がその自覚の邪魔をする。心の運用を積極的にしたり消極的にしたりすることによって人生は良くも悪くもなる。心で行う思考は人生の一切を作る。いかなる場合にも心を清く、尊く、強く、正しく。真理は足元にある。腹の立つこと、悲しいことがあろうと瞬間に心から外してしまえばいい。感じるなというのではない。運が悪いと思わないで、大きな間違いを天が教えてくれていると感謝する。目を開いていても仕事をしていても、その刹那に神秘を澄まし、空の声を聞けば安定打座になる。幸福の方面から人生を考えよう。嘘でもいいから感謝する。習慣は第二の天性。次の一冊は中村天風の生きる手本。労せずして得たものは失いやすい。肉体よりも心を大事にしているか、健全な肉体は精神によって作られる。消極的な感情を起こした場合、血液中に酸が増え、直近作用がある白血球が働きにくい環境となる。お前は死なずに生きているだろうが、なぜ感激しないんだ。感謝しなければならないことをしないでいるんだから、罰当たりなんだな。創造主には慈悲がある。健康なり運命なりの上に、お前の生き方は間違っているぞということを警告するために
病だとか不運だとかができているんだ。どうだ、お前幸福だろう。幸福か不幸かはあなたが決めること。幸福は物に求むべからず心に求めよ。幸福の鳥は山や林や野にはいない、家の中にいる。箱根山、カゴに乗る人、担ぐ人、そのまた草履を作る人。最後の一冊は、怒らない、恐れない、悲しまない。自分の心が積極的なら問題は半分解決したのと同じこと。たとえ首かせ手かせをはめられて牢に入れられようとも、生まれながらこうだと思えば何でもない。真剣勝負は腕前ではない、度胸。既存の知識を捨てた者こそ新しい学びを始めることができる。心をあらゆるものから離す、雑念、一念、無念。心の中の大掃除をしないで汚れるままに消極的な観念を貯めて生きていくと、どんなに学問しようが金儲けできようが安心して生きられない。マイナスが顔を出しそうになったらプラスでドンと押さえつければいい。壁に感謝する。それだけで成長できる。あらゆる人との応対でプラスの態度を崩さない。あらゆる不平不満は全て感謝へと転換できる。苦を楽しむ気概を持って生きよう。これからも1分でたくさん本を要約していきます。ぜひチャンネル登録を。